はい、もっといい音カフェオレベルということで今日なんですけども今ちょうどなんかドラムいつもあるドラムセットがありません。今ねこのドラムのマットを今日はちょっと変えようと思ってこれスティックのクズですよね。スティックのあの木のクズとかねもうどんどん溜まってきて、まあ、時々掃除機はかけるんですけどこのマット自体をもう変えようと新しくねこの段ボールの中にここにねなんかねこうペルシャ絨毯みたいなこうあの魔法の絨毯みたいなやつの、新しいマットを買ったんでこれサウンドハウスで多分割と安く売ってるやつなんですけどそれに変えてみようかなという。それとついでにですねあのこのドラムのマットドラムの台を、ちょっと説明したいと思います。これがですねこの振動がここは入れるんだけどこの床にはほぼ伝わらないように完全なセパレートしたくて結構な構造になってます。でまずこのドラムのマットを敷きながらこんなまあよく売ってる絨毯みたいなやつですよね。このパネルになってるでそこにこのちょっとゴムシートがもう防振剤ですよね。ゴムシートありまた絨毯がありでこんなゴムの分厚いシートがありそしてちょっと分厚いベニヤがありケーブルが張っててでこの一番下にですね 2×4 の一番下にね木材の柱みたいなのが、多分4本か5本敷いてありましてでその下にこれですねこんなゴムの足があるんですけどこれがもう無数にこうこの柱の下に敷いてあるっていう。でこれだけやってやっと床に振動が伝わらなくなったんですけどもなんでここまでやったかっていうと最初ね単にこのドラムのシートだけ敷いてドラム叩いてみたんですよ。そしたらもちろん音でかいんですけどキック踏んでその振動がですねこの床に直接ガンって伝わるわけですよ。このガンっていう振動がもう建物全部に伝わってて借りた当時は3階4階は一般の方が住んでられて明らかに建物が鳴ってるんですよ。ゴンゴンってガン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 ってでどこまでこれ響いてるのかなと思ってちょっと前の道に出て道にこう耳を当ててみたりしても聞こえるんですよ。隣の家にも響いてるなと。それでまずはやっぱりこのドラムのキックの振動をここでシャットアウトしたいっていうことで重ねに重ねて結果今こんな状態になってるんですけどこれもね一回ちょっとこういう風にこう長年やってきてるんでこうなんかちょっとずつずれたりとか、ずれるんでこう釘打って止めたりしてるんですけどでこんな隙間が空いたりもしてるんでこの辺も込みで一回全部ちょっと綺麗にしてみたいなと思ってます。で今皆さんにドラムをあの奥の、ボーカルブースに撤収してもらって、まあ、いつもね、ドラム持ち込みの方とかねバンドで来られる時はこのうちにあるソナーのドラムを奥に引っ込むんですけど、まあ、そんな感じで今撤収してもらってます。じゃあちょっとやっていきましょうか。まず掃除しようか。これ掃除機的なものを、うん、なかなか吸えないよね。吸えないんですよ。こびりついちゃっててね。そうなんです。これやってるんですけど、うん、スティックのキックスがねここにいっぱい飛ぶんですよ。で黒にこの木くずだとすごい目立つんで多分その魔法の絨毯的なやつに変えたら、まあ、目立たなくはなるんじゃないかなと。でも一回これは完全にめくっちゃいましょうか。あーこれ目じくりだね。あれでもすぐ取れた。なんかいろんな、ああ何これ誰の iPad 何これこれ誰の何これこういうこれあのあれじゃないですか Wi-Fi のあれですよ。 Wi-Fi のなんだ。あ誰か忘れたって言ってましたね。お客さんがずいぶん前にこの動画見た方はちょっとありましたありました。連絡ください。連絡ご連絡お待ちしております、はい。これどうなってんの。そこはこう切ったんですよね。この角があるから新しいマットもその角は切らなきゃなんない。これ使えそうじゃないですか。あ、そう使うの。
ちゃ。これも釘ですか。これも一回抜いちゃいますか。これも抜いちゃうか一回。何度ドアップ取ったの。抜けた。すげー。曲がって、これやっぱりだんだん。そうかもね。こうなってきちゃったんですね。一番あのキックのね、ここをしっかり止めないとね、どんどんずれ込んでいくんですよね。本当はね、これはドラム用のやつじゃないから、本当は丸々1個ね、1枚板のがあればいいんですけどね。あ、さっきよりナイスッキリナイスッキリわさもこれナイスッキリで、これは、まあ、固定はまたで、これはね、もうこれでネジを買ってるんで、ね、もう、ね、バンバンこれで打ってって、ねとりあえずなんか適当に一発打ってみます。1、2、3、5ぐらい。おー、こう9発ぐらい打ったらいいんじゃない。ガンガン打ちがいい。3、4、5、これ使ったことないな。はい、発電動ドリル。逆にちょっとだけ怖いのが、ここにキックのとかドラムの何か物が当たった時に、この釘を通じてすぐ、せっかくゴムをいっぱい敷いてるのに、釘を通じて下のベニヤまで行っちゃうと、ちょっともったいないじゃないですか。ちょっとは開けとこうか。9本だとこういう感じですよね、だから。あ、そうだね。333ぐらいな。うん。3、4、5、6、7、8、9と。うん。まあ打っていきましょう。じゃああ、じゃあついに絨毯をオープンするに至りますか。やりました。かかったな。やりましたか。まず黒やっぱり敷きます。黒敷いて、新しいのペルシャ絨毯のペルシャ風絨毯の忘れ物、忘れ物ないかな。はい、ついに新しいやつ。マイネル。ここに来るまで約何分ですか。40分。はい、はい、はい、じゃあこれちょっと出しちゃいましょう。ついに絨毯を出ました。あ、でもマジックテープがくっついてたね。そう、くっついてます。持ち運びできるようになってます。ペルシャではない。広げてみますか。じゃあおおこの角がね、ちょっとあの美しくないので。さあ、ドラムを戻しますか。これ戻しましょう。このそう、ちなみにこれあの自作の4方向スピーカーですね。これ非売品です。日曜大学で作りました。
これを座るのはもうどうしても。そうですね。ペーカーもどうですか。あ、全然。全然いいですよ。なるほど。自分でネジを打ったのもあるし。これからはしばらくこれでやっていきたいと思います。こう本当防音って自宅で楽器聴かれる方とかなかなか防音って大変だと思うんですけど、本当ね防音は大変です。業者に頼めばね一発で多分何百万とかかかるじゃないですか。でも自分でやると本当に一個一個創意工夫でこれやってみてダメだったこれやってみてダメだったみたいな結構その繰り返しでこの壁とかも全部ここもねこれぐらいの壁を作ってるんですよね日曜大工でね。その辺の話はまたできたらなとは思ってるんですけど、防音はまず振動をシャットアウトすることと空気をシャットアウトすることのこの2つになりますので、ご参考まで。それではまたお疲れ様でした。